午前6時55分ごろ、学園都市線のロイズタウン駅と太見駅の間の踏切で、乗用車と普通列車が衝突する事故がありました。警察と JR 北海道によりますと、この事故で乗用車を運転していた87歳の男性と、列車の乗員・乗客40人にけがはありません。警察によりますと、乗用車を運転していた男性は、太陽が眩しくて踏切に気づくのが遅れたと話しているということです。事故の影響は通勤通学を直撃しました。止まってたんでめちゃめちゃ混雑とかしてて結構大変でした。JR 北海道によりますと、この事故で学園都市線の愛の里公園から北海道医療大学駅間や函館線で普通列車22本が運休するなど、およそ9000人に影響が出ましたが、午前9時半ごろ運転を再開しています。